北国新聞ニュースをお伝えします。七尾湾で養殖されている能登鳥貝の初競りが今日金沢市内で行われ、最高等級の1個に過去最も高い25,000円の値がつきました。高級食材として知られる能登鳥貝ですが、今シーズンの出荷量は地震の影響で例年に比べておよそ2割減るものとみられています。初競りが行われた県漁協金沢総合市場には、重さが200グラム以上ある最高等級のプレミアム1個を含め319個の鳥貝が持ち込まれました。プレミアムの1個は金沢港いきいき魚市にある鮮魚店上島商店が去年を1万円上回る過去最高値の2万5000円で落札しました。また特大クラスが1個6000円、大は4000円で競り落とされ、ともに例年の4倍ほどの高値になり、能登鳥貝生産組合の小泉和明組合長は、地震で大変な思いをして養殖しただけに高値をつけてもらってありがたいと感謝していました。上島商店の店長市村雄太郎さんは、復興を応援したいと強い思いで買わせてもらったと話していました。素晴らしい値段ですね。私も大好きなんですけどね、初競りはご祝儀とはいえ、1個2万5000円と、聞くだけで大満足というのはね、なかなかのお値段ですよね。これも能登復興の黄金を勢いづける、最高のスタートと思えば、顔もほころぶと思います。設備の破損もあったようで、漁獲量も少し減りましたけれども、能登を応援する意味でも、最高級の噛み応え味わってみたいですよね。そうですね。金沢学院大学の学生が島瀬恋愛文学賞の選考委員会に推薦する作品の絞り込みに入りました。島瀬恋愛文学賞は旧三河町が地元出身のベストセラー作家島田清次郎の業績をたたえ創設し、5年前からは金沢学院大学が主催しています。この文学賞は推薦作の検討に学生が参加しているのが特徴で、1回目の推薦会議が昨日金沢学院大学で開かれ、島瀬恋愛文学講座を受講したおよそ20人の学生が参加しました。学生たちは今月中に23の作品の中から3作品を絞り込んで選考委員会に推薦する予定で、初めて参加した学生はいろんな人の意見が聞け、その上で自分の考えを発表できるのがいいと話していました。今年30回を迎える島瀬恋愛文学賞は7月上旬に最終選考が行われ、受賞作が決まります。学生たちと推薦会議に加わった金沢学院大学の水道幸男副学長は、今年は実力派作家の作品が多く、学生と密度の濃い議論ができると思うと話していました。ではニュース解説です。能登半島地震の災害関連死をめぐる初の審査で30人が認定され、石川県内の死者は直接死の230人と合わせて260人に上る見通しとなりました。災害関連死は防ぎ得た死とも言われますが、野口さん、犠牲者がこれだけ大幅に増えた事実は極めて深刻に捉える必要がありますね。そうですね。災害関連死はこの地震による建物の倒壊ですとか津波などで亡くなる、直接死とは別に、避難生活の疲労や、環境変化のストレスなどから、体調が悪化して亡くなり、災害が原因と認められたものを指します。車中泊などで起きるエコノミークラス症候群のほか、自殺なども含まれます。認定されれば
法律に基づいて遺族に最大500万円が支給されます。まあ、関連死かどうかを判断する県と、まあ、市町の合同の初のですね、審査会というのが先日開かれて、まあ、35人を審査し、うち30人が、まあ、認定されました。まあ、認定されなかった5人はいずれも、まあ、委員が追加資料の提出を求めたため、まあ、次回以降に、まあ、再審査することになったようですね。こうした災害関連死に認定されるケースが今後増える可能性というのは高いんでしょうか。はい、報告新聞社が14日県内の19のですね、まあ、市と町に取材したところ、関連死の申請数というのは輪島市の53人をはじめ、まあ、合計すると少なくとも120人以上とみられます。まあ、2016年の熊本地震では、まあ、関連死の申請が722人分あって、まあ、このうち約3割にあたる218人が認定されました。まあ、認定者の8割が70代以上ということで、まあ、原因別では地震のショックや余震への恐怖による負担が 40% で最も多く、まあ、避難所生活の負担ですとか、まあ、初期治療の遅れなども目立ったようですね。今回のように冬場に高齢者の多い地域で発生したことがどういうふうに影響したのかも注目点ですね。そうですね、まあ、この地震は真冬の元日に発生し、停電や断水、まあ、通信も途絶える厳しい状況での避難生活が続きました。まあ、避難所では感染症が追い打ちをかけ、まあ、トイレを我慢して体調を崩すといった住民も相次ぎました。まあ、地震の後、能登地域に設置された避難所からこれまで少なくとも771人が救急搬送されたことが分かっています。まあ、県によりますと今も2100人以上が一時避難所にいるということで、これからも体調管理には細心の注意が求められますよね。はい、直接死とは違った状況で家族を亡くしてしまって、こう心の区切りがつかない遺族もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、本当に今後のためにもですね、まあ、どういった状況が体調の悪化につながるのか、関連死の認定と合わせてしっかりと、まあ、調査してほしいですよね。はい、まあ、そうした情報を社会が共有できれば、まあ、教訓を次の対策に生かすことが、まあ、できる。まあ、65歳以上が 人口のこの半数を占める奥の島のようなですね、まあ、超高齢社会が被災した時にどのようにしてこう命を守るべきなのかと、まあ、貴重な教訓を読み取っていく必要があるでしょうね。はい、能登半島と能登島を結ぶ2本の橋の一つ、ツインブリッジ能登は、地震から4ヶ月半が経った今も通行再開のめどが立っていません。中能登能動橋ツインブリッジ能登は、能登島大橋に続くアクセス道路として、1999年に完成し、七尾市の能登島と中島町をつないでいます。このツインブリッジは七尾湾や能登島を望む観光スポットになっていますが、地震の揺れで橋台と橋桁の間にある連結材が破損し、橋桁と陸側の道路との間に40センチのずれを生じたため、今も通行止めが続いています。連結材は災害時に力を逃がして橋桁を安定させますが、地震によって6箇所の連結材のうち4箇所が破損しました。石川県は国や専門家と相談しながら修理の工法を検討していますが、仮に連結材を交換するとなると、橋桁をジャッキで持ち上げるなど大規模な修繕が避けられず、復旧に相当な期間が必要になるということです。県農林水産部の担当者は、同様の構造の橋がここまで壊れた例は経験がないと話しています。石川県はツインブリッジ能登の通行をできるだけ早く再開するため、応急対策も含めて工事方法の検討を続けています。
なんとかいい方法が見つかるといいんですけど、うん、そうですよね。まあ、私も実は、去年の11月にですね、仕事でツインブリッジを渡りましたけれども、本当に海の上をですね、車で走るといった感じで、抜群の爽快感というのを味わいましたね。ただ住民の方にとっては、能登島大橋と並んで、人と物の行き来の大動脈、生命線といってアクセスの要衝ですね、それだけに、非常にデリケートな部分が多い中で、この再開慎重を期しているんだろうと思いますけれども、できるだけ早く通れるようにしてほしいですよね。能登半島地震に伴う被災建物の公費解体が宝達志水町でも始まりました。公費解体は所有者に代わり、市や町が被災した建物を撤去・解体するもので、すでに能登地方の市や町と金沢市で始まっています。宝達志水町でも昨日から半壊以上の住宅や倉庫などを対象に公費解体が始まり、半壊の認定を受けた今浜の住宅では、解体業者が内装材を剥がし仮置き場へ運びました。この平屋建ての家は3年前にリフォームを済ませたばかりで、所有者の男性は、まさかこんなことになるなんて、仕方ないが解体して新たな家を建てたいと話していました。宝達志水町が受け付けた公費解体の件数はおととい時点で41件ですが、半壊以上の建物は町内に179棟あることから、さらに申請が増えるものとみられています。高校相撲金沢大会の大のぼり旗が金沢駅と北国新聞会館前に掲げられ、今月19日の開催に向け熱闘ムードを高めています。今年で108回目になる高校相撲金沢大会には、県内の10校を含む全国66校が金沢市の石川県宇多津山相撲場に集います。19日の大会では3回まである予選や団体の優秀校決勝トーナメント、それに予選をすべて勝った選手による個人トーナメントが行われ、青春をかけた熱闘を繰り広げます。開催ムードを盛り上げる大のぼり旗は、縦 5.2 メートル、横 0.9 メートルの大きさで、昨日金沢駅と北国新聞会館前に取り付けられました。北陸新幹線が敦賀まで延伸した金沢駅には、外国人観光客の姿が見られ、日本語と英語で書かれた2種類の大のぼり旗が、前日の18日まで伝統の大会をアピールします。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス、金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは、今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。容量シェアプランでは、2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合、2220円、
スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは 0120-751-114 番までどうぞ。